はい、それではですね、本日はノースフェイスの、新発売のムーンパーカーについてお話していきたいなというふうに思います。ムーンパーカーというのが今年から初めて発売されるダウンジャケットになるんですけども、まあ、何がそれのすごいかっていうところが、まず、まあ、値段が15万円して、でなおかつ、まあ、機能も900フィルパワーのダウン使ってたり、あと素材が世界初の素材を使ってたりっていうところで、結構その話題性が目白押しなんで、まあ、注目されてるパーカーなんですけど、そのダウンパーカーについて、話していきたいなというふうに思います。そのムーンパーカーというのが、まあ、名前の通りムーンって月やと思うんですけど、その月に行くぐらい大きいプロジェクトとして、まあ、このダウンを作っていこうというのが始まりで、ムーンパーカーという名前が付けられてるんですけども、それがずっと開発に時間かけてて、何年もかけてようやく今年出来上がったらしいので、まあ、それのお話をしていくんですが、先月8月の下旬にレセプションパーティーがあって、ノースフェイスの副社長とかが、まあ、スピーチする機会があって、まあ、それが大体40分ぐらいのスピーチだったんですけど、まあ、その40分はちょっと長いので、まあ、それをちょっとタイトに短くして、まあ、大体10分ぐらいでお話しできればいいかなと思って今動画を撮ってるという感じになってます。で、早速そのムーンパーカーについてお話していきたいなと思います。で、ムーンパーカーというのがですね、ノースフェイスとあともう一社合同開発でやってるんですけど、それが日本の企業で、スパイバーという山形の会社になるんですけど、まあ、この山形のスパイバーという会社が、まあ、15年ぐらい前からその環境に優しいものとか環境にいいもので何か製品を作っていこうというのをずっと研究されてたらしくて、で4年ぐらい前からノースフェイスと契約を結んで、まあ今回発売に至ったっていう形らしいんですけど、まあ、洋服って化学繊維のもの、例えばポリエステルとかってそうなんですけど、石油が原料で使われたりするので、やっぱり自然に対して、まあ、環境に対して配慮できてるんかって言われたらちょっとクエスチョンな部分があったりするみたいなんですが、まあ、今回は環境に特化した繊維で作ってるっていうことなんですけど、どんな素材なんかっていうと、まあ、一言で言うと人工のクモの糸を使ってるんですけども、クモの糸ってよく街中とかでこう雲の巣とかで雲が張ってる時ってあると思うんですけど、あれって結構細い割に頑丈というか、こうなかなかちぎれへんかったり切れへんかったりすると思うんですけど、まあ、雲の糸の性質としてやっぱ強度が高いっていうのと、あとストレッチ性がある、結構伸びたりすると思うんですけど、まあ、そういうところがあったりとかして、どうにかこれを洋服の素材として使われへんかっていうのが始まりで製品化まで至ったらしいんですけど、まあ、雲の糸の唯一のデメリットとしては、まあ、先ほど言ったみたいに環境もにもいいし強度もあるしストレッチ性もあるんですけど、水に濡れると縮むっていうのがあって、雨の日とかこう水に濡れちゃうとギューって縮んでいくんですが、まあ、それが洋服でこう服濡れちゃって縮んじゃうと製品にならないので、まあ、それにこの4年ぐらい時間がかかってたらしくて、他のとこはクリアしてるけど、なかなかこの縮みに対する対策がどうにもこううまいこといかんかったらしくて、まあ、この4年ぐらいかけたらしいんですけど、まあ、その4年間で約200個ぐらいの特許を申請して、でもなんか遺伝子の組み換えとかをすることでなんとか生地が伸びないような開発ができたらしくて、まあ、それが成功して、まあ、今年発売っていう形になってるみたいなんで、素材としては、まあ、50年ぶりぐらいの新しい素材っていうか、50年前にポリエステルっていう素材ができてるんですけど、まあ、それ以来の革新的な素材じゃないかっていうふうに、まあ、言われてるっていうのが、まあ、今回の人工合成のクモの糸っていう形になってます。なのでこの糸自体が世界でも初めての糸なので、まだちょっとどんな感じなんかっていうのが一部の人しか知らないっていう感じになってるんですけど、まあ、これが今ですね、ダウンジャケットがノースフェイスの全国をこう回ってる状態なんで、まあ、タイミングが合えば見に行けることもあるとは思うんですけど、まあ、またそれも後で日にちとか言うんですが、まあ、そういう感じの生地を使ってるっていう感じになってます。なのでかなり注目されてるっていう感じで、まあ、これが成功すれば、まあ、環境を汚すことなくどんどん高性能な服が作られていくんじゃないかっていうところで、まあ、注目はされてるような、まあ、素材になってるかなと思います。で、ダウンジャケット自体なんですけど、このムーンパーカーっていうダウンジャケット自体も初めて出る形になってるんですけど、まあ、ノースフェイスって結構いろんなアイテムがそうなんですけど、いろんなプロの方とかにテストしてもらって、どういう着心地があるとか、どういうところが突っ張るとかっていうのをテストいっぱいするんですけど、まあ、これも例外なく同じようにテストされて、例えば雨、風、雪、そういう、まあ、厳しい環境の中でも使えるように
まあ、テストしてるっていうのは副社長もおっしゃってはって、ノースフェイスの、まあ、それ以外にもシンプルなデザインにしててっていう、確かに 見る限りもクリーム色っぽい感じの外観で、唯一ここにノースフェイスってロゴがあるんですけど、まあ、それ以外は結構シンプルな感じになってるダウンジャケットかなというふうに思います。で、まあ、いろんなテストをしてるみたいなんですけど、一応ノースフェイスの副社長曰く他の商品と比べてもほぼ同等の水準っていうのは言ってはって、これほぼ同等っていうのが結構ミソやなと思って、全く同じとかいう発言もしないですし、今までの製品より上回ってますっていう言葉も言ってないんですけど、ほぼ同等というふうには言ってたんで、もしかしたら機能的に見ると少しちょっと劣るのかもしれないっていうのが、まあ、言葉の言い回しからして、まあ、そういうふうに想定はできるんですけど、まあ、その辺もちょっと見てないんで何とも言えないんですが、一応まあそれぐらい高機能なダウンジャケットっていう形で、まあ、あらゆるシーンで使えるようには考慮してますっていうふうにおっしゃってて、まあ、実際ダウンジャケットのダウン自体も900フィルパワーって言って、もうめちゃくちゃ良質なダウンジャケットで、もうこれはアウトドアブランドでもかなりトップクラス の, ダウンの質を使ってて、まあ、900フィルパワー の, クリーンダウンって言って綺麗に除去されてるダウンジャケットをまあ使ってるっていう形になってるので、ダウンに関しては全く申し分のないようなジャケットかなというふうに思います。で、先ほど言ったみたいに、まあ、外観がシンプルなんですけど、その中身、このジャケットの底身じゃなくて、この中の開けたところの中に地球がプリントされてるんですけど、それは何でかっていうと、まあその名前の通り月から見た地球っていう形で、月に行くぐらい大きいプロジェクトとしてダウンジャケットをやってて、で、まあ、月から見た地球ってこういう感じやろうねっていうのでプリントされてるんですが、まあ、ちょうど今が2019年でちょうど50年前にアポロ11号が月に到達して、まあ、そこから見た地球っていうのがおそらくこういう感じで見えたんじゃないかっていうのを、まあ、モチーフにプリントされてるらしいので、まあ、ちょっと中だけが癖があるんですけど、外はまあシンプルなデザインっていう感じになってるみたいです。で、販売がですね、50着限定っていう感じになってて、まあ、これも、まあ、副社長曰くその50年前っていうのとかけて50着限定にしましたというふうにおっしゃってはいてました。で、まあ、値段がですね15万円プラス税ということで、まあ、めちゃくちゃ高くて、でなおかつ数も少ないっていう感じなので、まあ、これに関しては一応防水透湿性があるというふうにはおっしゃってあったんですけど、まあ、機能にはちょっと未知数な部分もありますし、まあ、何よりも世界初っていうところに価値があるんやろうなっていうのが、まあ、僕がレセプションパーティーのスピーチ聞いた感想っていう感じになってます。まあ、単純に考えても、まあ、バルトロとかっていうダウンジャケットってノースフェイス人気のダウンジャケットあるんですけど、バルトロマウンテンダウンとかっていうのがあるんですけど、まあ、大体それの3倍ぐらいの値段がしてて、でもじゃあ機能的に3倍もあるんかって言われたら、まあ、そこはどうなんかなっていうふうには思いますし、まあ、ただ世界で初めてのダウンジャケットやし、まあ、希少価値もかなりあるっていうのが注目されてるダウンの理由かなというふうには思うので、新しい素材試してみたいっていう方にはもうかなりおすすめのダウンジャケットかなと思います。で、販売がですね8月の末から10月の末まで販売の抽選をやってるみたいなんで、まあ、おそらく50名はオーバーすると思うので、まあ、その中から抽選で選ばれた方だけ購入できるっていう形になってるので、まあ、僕は思うにおそらく転売屋は少ないんじゃないかなというふうには思います。実際転売しようと思っても15万のものを20万30万で売って、まあ、買う人がそんなにいてるんかなっていうのがちょっと不思議なところなんで、まあ、これはほんまノースフェイスが好きな人とか、まあ、コレクションしたい人とかが買うのかなというふうには、まあ、個人的には思ってます。で、まあ、このダウンジャケットを、まあ、実際生で見てみたいっていう方は、今福岡にあるんですけど、福岡が9月の21日から9月の24日まで展示されてるみたいで、これは実際なんか触れるらしいんですけど、まああって、次に大阪に来るのが9月の27から10月の1日に大阪に来るらしくて、もう原宿はもう終わってるんですけど、まあ、僕も大阪のところでちょっと一回見てみようかなとは思ってるので、はい、見に行ってると思います。で、まあ、その人工の蜘蛛の糸っていうのが、まあ、実際その誰も知らない状態ですし、まあ、今年初めて発売されるっていうことで、まあ、それに記念して実は T シャツが8月に発売されてるんですけど、まあ、それも250名限定っていう感じで発売されてて、で僕ももちろん応募はしたんですけど、まあ、残念ながら外れたんですが、僕のオンラインサロンのメンバーが奇跡的に3名当たってて、で、まあ、その方にどんなんかって見せてもらったんですけど、 T シャツに関してはコットンが大半を占めてて、まあ、人工の蜘蛛の糸っていうのが10何パーセントあるっていう感じになってて、実際触ってみたら、まあ、コットンが80何パーある割には結構化学繊維っぽいなっていう感じの、まあ、イメージで、しっかり厚手の
生地感になっているので、まあ、実際素肌には着てないのでわからないんですけど、まあ、サイズ感的にはこんな感じで、僕は M サイズを着用してるんですが、まあ、M サイズやってちょっとオーバーサイズ気味であるっていう感じで、左下にあるあのタグがついてると思うんですけど、これはあのずっとついてるタグみたいなんで、まあ、このタグがあって当選された方にも来てもらったんですけど、こっちが M サイズで奥側が L サイズを着用されてるんですけど、一つ一つにシリアル番号がついてて、で250名の方が原宿店で、まあ、購入できるっていう感じになってたみたいで、まあ、購入されたっていう感じらしいです。ただ T シャツなんですけど2万5000プラス税ということで、まあ、結構高いんですけど、まあ記念の T シャツやと思うので、はい、喜んで貼りました。はい、という感じでですね、まあ、今年から初めて、まあそうやって蜘蛛の糸を使ったダウンジャケットとか、まあ、T シャツがもう発売されたりしてるんですけど、まあ、出てくるっていうことで、まあ、これがもし成功すればっていうふうにはおっしゃってあったんですけど、まあ、来年再来年2021年頃からそのスパイバーっていう会社がタイに工場を持ってるらしいんですけど、そのタイの工場で大量生産ができるようになればもっと数は増えるんであろうっていうふうにはおっしゃってたんで、まあ、そこもちょっと先の話なんではっきりしたことはわからないんですけど、もし仮に成功すれば21年からはもうちょっと大量生産できるとは思いますっていうふうにはおっしゃってて、まあ、今回はそれの第1弾目ということで50着限定のあのダウンジャケットっていう風にはなってます。また僕も大阪で一回見てみてからまたどんな感じだったかっていうのを、まあ、セカンドチャンネルぐらいで、まあ、話したいなという風に思いますので、まあ、今回はノースフェイスの、新発売のムームパーカーについて、まあ、話してみたという動画になってます。以上ありがとうございました。